豊川市立大田中学校は、愛知県豊川市大田町一丁目にある公立、中学校。略称は大中。大田中学校は、豊川市の中心部に近い大田地区にあり、豊川市立大田小学校と隣接している。学校の近くには、豊川市文化会館や豊川市勤労福祉会館、愛知県立豊川高科高等学校などがある。生徒数は426人。 学級数は15クラス。この地区には工場たくさんあり、外国人が多く住んでいるため、大多中学校も外国人の生徒が多い。一年で最大のイベントとされているのが大中フェスタで毎年9月に行われる。これは普通の学校の単育祭と文化祭に該当する。また、大中フェスタは豊川市が実施している学校の日にも該当するため、誰でも観覧。 参加することができる。読書に関する取り組みも盛んである。朝の10分間の読書タイムから始まり、2004年度からマイブックプロジェクトと題し、学校と地域の書店で協力し、オリジナル図書カードを発行。毎年1学年の生徒全員が2000円まで本を購入し、紹介文を書いた後学級文庫に入れるという取り組みを行っている。こうした取り組みが認められ、 第5回子ども読書推進賞で奨励賞を受賞した。豊川市立大田小学校と豊川市立桜町小学校の通学区域内。大田小は中部小より独立して新設。桜町小は西部中学校区から蔵替え。へ。ありがとうございます。